引き分け。引き分けとは試合で決着がつかず両チーム勝ち負けなしとして終えることであり、今シーズンは新型コロナウイルス感染拡大を受けた営業時間短縮要請に対応するため NPB は延長戦を行わず9回打ち切るを決定。そのため今シーズンは引き分け数の大幅増加が見込まれており、開幕した現在すでに引き分けが多発しているんです。そこで一つの疑問が生じました。これまで引き分け数が一番多かったシーズンはいつだったのか。というわけで今回の動画はプロ野球引き分けの歴史をたどっていきたいと思います。ではどうぞ。引き分け史。長いプロ野球の歴史の中、引き分けの数に注目して見てみると年度ごとに極端に増加したり減少したりしています。その理由を掘り下げると当時の時代背景や試合方式の変更が見て取れるんです。そこで今回は12球団2リーグ制となった1958年から2020年までの引き分け数を見ていき、前年と比べて引き分けが大きく増減した年を取り上げていきます。1963年セリーグ、引き分け数前年の22から12に減少、予定試合数は前年の130試合から140試合に増え、さらに前年まで行われていた引き分け時再試合が廃止されたにもかかわらず引き分け数は減少しています。理由はデーゲームの延長制限が日没から19時までに変更されたことで時間数が伸び決着がつきやすくなったからだと思われます。なおパリーグはそのまま日没までとなっています。1974年、両リーグ、引き分け数前年の28から46に増加。73年10月6日、第4次中東戦争が勃発し、それに端を発した第1次オイルショックが発生。両リーグはオイルショックによる照明の消費電力を節約するため、この年から試合時間を3時間にまでとしたことで、両リーグともに引き分け数が大幅に増加しました。またこの年、南海ホークスが記録した引き分け数16は、現在でもパリーグ記録となっています。この試合時間制限3時間は82年まで続き、この間はプロ野球史上最も引き分けが多かった期間となりました。78年にパリーグの引き分け数72は現在でもパリーグ史上最多で、82年には中日ドラゴンズが現在でもプロ野球記録となっている引き分け数19を叩き出しています。1983年セリーグ、引き分け数前年の76から46に大幅減少。第一次、二次オイルショックの影響で混乱した世界経済がようやく回復に転じたことで、この年から延長制限が3時間から3時間20分まで拡大し、引き分け数も大幅に減少しました。なおパリーグは前年まで行われていた前期後期の2シーズン制を終了させ、この年から1シーズン制となり、延長制限はそのまま3時間のままにしたので、むしろ引き分け数は増加となりました。1988年、両リーグ、引き分け数前年116から38に大幅減少。この年から両リーグとも時間制限なしの延長12回制となり、そのため引き分け数はセリーグ52から20、パリーグは64から18に大幅減少となりました。ただパリーグは延長12回制に加えて4時間の時間制限が設けられ、このルールがプロ野球史に残るドラマを生んだんです。 10.19、 この年の近鉄バファローズは西武と熾烈な優勝争いを演じ、迎えた10月19日川崎球場で行われた対ロッテとのダブルヘッダー。ダブルヘッダーとは1日に2試合することで、近鉄はこのダブルヘッダーに連勝すればリーグ優勝が決まる大一番。初戦はこの年限りで引退する梨田正隆捕手の勝ち越しタイムリーにより4対3で勝利。そして迎えた2試合目、試合は一進一退の攻防が続き、4対4で迎えた9回裏ノーアウトランナー1、2塁の場面で近鉄阿波野投手が二塁に牽制すると、牽制球が高めに浮きジャンプして捕球したセカンド大石内野手がセカンドランナーを押し出すような形でタッチし判定はアウト。するとロッテ有藤監督はすぐさまベンチを飛び出し大石内野手の守備妨害を主張。有藤監督が抗議を始めた時点で試合開始からすでに3時間30分を過ぎており、抗議が長引く中、近鉄大木監督がベンチを飛び出し有藤監督にもういいだろうと迫り、客席からも帰れコールが飛び交うなど騒然とする中、有藤監督の抗議は9分間に及びました。その後プレーが開始されると近鉄は見事ロッテを無得点に抑え、時間制限まで残り10分となり、事実上最後の攻撃となった10回表に入るも無得点に抑えられ、近鉄ナインは優勝が消えてもなお守備につかなければならず、それはプロ野球史上最も虚しい守備と言われました。この試合は全国で中継され、視聴率はパリーグ史上最高の 30.9% を叩き出し、2010年に NPB が行った最高の試合調査では監督及びコーチ報道関係者によって第2位に選ばれました。その後4時間の時間制限や引き分け制度への会議論が相次ぎ、パリーグでは94年に4時間の時間制限が撤廃されました。1990年セリーグ、引き分け数前年の18から6に大幅減少。
セリーグは1989年暮れの理事会で延長回数時間ともに無制限として引き分けをなくす方針を決定。しかし警視庁や近隣住民から引き分け廃止によって試合が長時間に及ぶ場合、防犯や交通面から問題が多いと猛反対され、最終的に延長12回制となり、引き分けた場合は再試合をすることに。この制度は2000年まで続き、94年、96年、99年には引き分け数0を記録。この11年間はセリーグ及びプロ野球史上最も引き分け数が少ない期間となりました。しかしその反動で長時間ゲームが多発。延長15回制採用初年度の90年5月2日、広島対横浜対応戦では、早速これまでの最長試合記録だった88年8月4日の中日対横浜対応戦の5時間21分を破る5時間24分のプロ野球新記録を樹立。さらに3ヶ月後の90年8月4日、横浜スタジアムで行われた横浜対応対中日戦では、試合時間が5時間52分に及び、プロ野球記録をさらに更新。この試合では午後10時30分になると、神奈川県青少年保護育成条例により、18歳未満の方は午後11時までにお宅に到着するようお帰りくださいとアナウンスが流れ、その後スクリーンには JR と地下鉄の終電時間が映し出されたといいます。結局横浜対応が15回裏にサヨナラ勝ちを決めるも、終了時間は日付が変わった午前0時11分、最後まで残っていた観客はほんのわずかで、横浜対応須藤豊監督が試合後のインタビューで、やってる身になってみろと言いたいね、お客さんもいないし肝心なところは見てなかったでしょうと話しました。そして歴代最長試合となったのが1992年9月11日甲子園で行われた阪神対ヤクルト戦。当時暗黒時代真っ只中の阪神はこのシーズン、ヤクルトと熾烈な優勝争いを繰り広げており、この試合はまさに天王山でした。そして試合は3対3の同点で迎えた9回裏、阪神八木浩選手の打球がレフトフェンスに当たってスタンドイン。一度はサヨナラホームランと判定されるも、ヤクルト野村監督の抗議が認められ、エンタイトルツーベースに訂正されました。すると今度は阪神中村監督がこの判定に対して猛抗議。試合は37分間中断となるも、結局サヨナラは認められず、3対3のまま延長戦に突入。その後は両チームとも無得点で、延長15回引き分けとなりました。試合終了時刻は日をまたぎ午前0時26分、試合時間6時間26分は現在でもプロ野球史上最長記録です。結局阪神はその後急降下して優勝を逃し、翌年以降も長い暗黒時代を過ごすことになってしまいました。2001年セリーグ、引き分け数前年4から26に大幅増加。この年からセリーグは延長15回から12回に短縮。一方のパリーグは88年から一貫して延長12回制を敷いており、94年からは4時間の時間制限を撤廃していました。これにより両リーグとも延長12回制となり、現在に至ります。2011年両リーグ、引き分け数前年32から112に大幅増加。2011年3月11日東日本大震災が発生。宮城県沖を震源とする大地震は東北地方を中心に甚大な被害をもたらし、東日本は計画停電を行うほど電力不足に陥ってしまいます。そのため NPB は節電のため公式戦に限って延長戦の規定に、試合開始から3時間30分を超えて9回を超える新しいイニングに入らないという特別ルールを設けたため、引き分け数がセリーグ14から61、パリーグは18から51に激増しました。そして翌年2012年も同ルールは継続され、同年セリーグの引き分け数は過去最多の81、両リーグ合わせると148に達し、2012年はプロ野球史上最も引き分け数が多いシーズンとなりました。結局この特別ルールは引き分け試合の多発、引き分け狙いの遅延行為などが発生し、節電のための試合時間短縮に直接的に繋がらなかったとして、2013年以降は撤廃されました。2020年両リーグ、引き分け数44から80に激増。2020年は新型コロナウイルスの影響で開幕が6月19日までずれ込み、試合数は120試合まで短縮されました。プロ野球の歴史上日程が短縮されたシーズンは5例目。また特別ルール2020により延長が10回に短縮。そのためセリーグの引き分け数は18から48、パリーグは26から32に増加しました。そして2021年も新型コロナウイルスの影響で特別ルールが適用、営業時間短縮要請に対応するため延長戦を行わず9回打ち切りとなりました。今シーズンは前年より試合数が23試合増え、逆に延長はなし。そのため引き分け数は全体の 10% 前後まで増加する予想となっており、プロ野球史上最多となった2012年の148を超えるのではないかと言われています。なお9回打ち切り以外の特別ルール2021はこちらの動画でまとめています。
というわけで今回はプロ野球引き分けの歴史を紹介させてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサムチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。